ヤドルーカス英雄だったこいつ。ファッキースモーカータバコ吸いながら死ぬのかっこいいよな。いやーロケランもだけど、あいつ瞬殺もだけど、シカゴスイーパー使って強化した方がいいんじゃない？これ、後半、辛くない？どうしよう、迷う。なんだっけ、あいつは一瞬だけど、今後敵いっぱい出てくるじゃん。そっち早く倒せる方が良くない？どうする、ロケラン買う？悩む。前回は確か15万で鍛えたんですよね。俺強化した方がトータルで言ったら早いと思うんだけどな。ここは避けていくの難しいから、もう倒しながら行きましょう。まあでも十分早いか、まあ、これだけ早ければ大丈夫かな。時間が大丈夫そうならロケラいらない。時間全然大丈夫だと思う。いやでも今試してみたら全然3の状態でもだいぶ早いですね、倒すの。よし、ロケラン買うか、買ってみっか。危ない、早く死ぬとこだった。3の状態でも十分早いから大丈夫じゃないかな。これそんな大変じゃないな。これスキップしてさ、どうする、これセーブしないで行ってみる、この次。このステージ難しくないね。ちょっとこれセーブしないでいこう。これいったら13セーブしないでいきましょう。ちょっと
と貴重だからこの辺のアイテム取っていこう。さあここにさ、宝あんのいつも見逃すんだよこれ。難しくないね、余裕。ロケラン買って終わらして13章セーブしないでいく。ナイフ強化しても普通にいけたわ。それかこいつじゃなくてクラウザー2戦目にロケラン使うとかもありですけどね。赤同士組み合わせは高いのかな。いやこっちの方がやや高い。ちょっとこれロケットラッチャーって1回しか買えないとかないよな。ああ持てねえ、ちょっと待って。いや、スピネルで買うのをちょっと後にしましょう。ロケットランチャーって1回しか買えないとかないよね。何回でも買えないよ、これ多分。サブマシンガンとハンドガンの弾いらない。マグナムの弾もいらない。開けれるだけ開けて、ボルトマインもいらない。まだ開かねえ。
使えば買えるんじゃなかったですかね。いや、わかんない。試してないもん。そう信じたいけど。Good things on. It's not my place to say, really, but come back anytime. Yeah, we'll go 1000 miles to solve it. Ashley, no time to lose. Ah, しまった。ぶっちゃけ14も簡単だと思うんだよね。甲冑がいるから気をつけないとな。おね、セーブしちゃった。はい、最悪。あ、まあ来てたせいでダメージなかったけど。あの後ろにあるタイプやだな。これ多分降ってくるけど当たんないからそのまま走り抜けちゃう感じがいいと思う。ここにも甲冑いるんだけど。Perfect. Won't have to swim after all.13分早い。このまま行きます。